フェリーで今ちょうど着くところなんでね、ちょっと若干雑草入ってくると思うんですけど、はい、続いて、美味しかったご飯ランキング、はい、イエーイ。そうだね、かなり行ったね、今見てるけど、40以上行ってますね、43かなぐらい食べてる中で何が美味しかったか決めていこうということで、じゃあ第3位から時間帯に行きたいと思います。はい、じゃあ行きますよ、第3位、せーの、結局3軒行きましたっけ、4軒か、でどこもまあ美味しかったんですけど、もうちょっと酔っ払ってたからっていうのもあるのかもしれないですけど、あのもう何ていうんですかね、味わいは味わうほど出汁がこう、まあ、そうぐん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 効いてくるような味付けで、辛さもちょうどよくて、なんか僕結構この食べ方一番食べてるんですけど、ピカンティのカレー食べた後はもう何も食べたくない、もうこれだけこの味を口に残したまま寝たいって思えるぐらい感動した、美味しさで完食その後全くしてないっていうぐらいちょっと感動しました。ピカンティは間違いなくめちゃくちゃうまい、もう絶対これ言った方がいい、絶対言った方がいい。じゃあ第2位いきましょうか、いいよ、せーの、まあまあ動画でもおすすめしてるんで、もう行ってみてください、もうめちゃくちゃうまい、あの素材の味、味付け、ほんとね、もうかなり、レベル高いですね。僕はあの赤坂にあるオーセンティックバーガーっていうハンバーガー屋さん、これも食べログで100名店かなんか入ってて、めちゃくちゃ好きなんですけど、オーセンティックバーガー好きだわって思えるくらい、まあ、自分がよく行くハンバーガー屋さんよりうまかったんで、ぜひ行ってみてください。帯広の方にあります。帯広行ってインディアンカレーと風景のバーガーを食べに行く、そう、行った方がいいです。第一ホテルの朝食のパン、うまかったね、った、めちゃくちゃうまかったね。ももさんと食べて期待値が低かったからっていうのがあるんですけど、結構ホテルマンの人が一応朝食でパン配ってるんですみたいなスタンスで、いやそんな適当に作ったパンいらねえよとか思ってたんですけど、あの食ったらめちゃくちゃ食パンが美味しかったね、うまかったね。小豆が入っててバター塗ってあって、まあ、味付けそもそも美味しいんですけど、もう食パンがもっちりして食パンだけでも美味しくて、はいパンですって言ったらこんぐらいパン渡されて、え、こんなあるのっていう、あの量もなんかちょっと、あ、びっくり、雑に作ってんだなみたいな、大量生産して適当にとりあえず配ってんだなみたいな、うん、逆に、あ、結構パンをあげるってちゃんと本気でパンを渡してきてんだって思って、食って二度びっくりだった。第一位いきますか、はい、せーの、食べれない、都内でも食べれないぐらい美味しいイタリアン、であのクリームレモン好きなんで、レモンのあのクリームパスタが超美味しかった。それ食ったんじゃなかった、本当に美味しい、あのね、あ、本当見た目、使ってる食材、味付け、ね、全部もう超いいで、作り方もうまい、うん、もうなんだろう、本当言う通りで、青山とかで普通に1万2万払って食べた時に同じものを食べれたら、あ、結構良かったなって思えるくらい、うん、で、それを数千、一人2、3千とかで食べれちゃうってなんかありえなくて、うん、そのなんか驚愕、唯一惜しむらくはもうちょっともう率直に言っちゃうんですけど、店長の方がもうなんか何かに切れ続けてるのか分かんないけどめちゃくちゃ対応だけはマジで悪い、まあ、Google のレビューにもみんな書いてあるんですけど、対応はぶっちゃけ最悪です、けど味は最高、ね、サービスがこんなに悪いのにこんなに美味しいって感じるってことは本当に美味しい、結構サービス重視なとこあるじゃん、うん、同じくうまかったよね、うん、確かに。じゃあ第2、ラテーラは青森でしたっけ、青森のむつ市だね、北海道じゃないところから、うん、確かにうまかったね、ということで、はい、おすすめレストランでした、イエーイ、よっよっ。